久保浦博人さん当時19歳、爆心地から 2.1 キロの広島駅で被爆しました。8月6日、広島駅に勤める多くの人々が被爆しました。駅の事務室にいた久保浦さんは爆風を受けて気を失いました。すぐに機関庫に運ばれ応急処置を受けたものの、飛び散ったガラス片で左目の視力を失いました。語り部活動をしている久保浦さんは第3回国連軍縮総会に参加し、被爆の実相を訴えました。当時私ちょうど広島電力の電力司令当直員という勤務についておりました。ちょうど現在で言いますと、区役所が、東区役所が建っておりますところとちょうど線路との間ぐらいに事務室がございました。その事務室の2階の司令室に私ちょうど勤務して、そして関係箇所との連絡をするために電話機を握っておったわけです。その電話機を握っておって握ったままでガーッと光る閃光を窓の外で見たという状態だったわけです。で結局窓の外でその閃光を見ると同時に、グレンの方がちょうど地上を津波のようにブワーッと張ってきたんですね。で張ってきたもんですから、これは火災になるという直感でですね、司令室からその事務室の方に向かって退避というその声をかけた。でかけると同時に、ガーンとも殴られたような感じがしまして、強いショックで意識不明になってしまいました。で、まあ、時間的な経過がよく分かりませんですけれども、ちょうど私がほっとこう気がついた時には司令室から約6メーターぐらい吹き飛ばされまして、事務室の事務机の下に投げ出されておったわけです。早く逃げたいためにその体を起こしてですね、そうすると動かしますとね、ちょうど火がついたように体が痛くなるわけです。そしてうわーっと痛くなります。それを聞く我慢してですね、逃げ出そうとしますと今度は吐き気が来るわけです。で吐き気が来て、その吐き気がを起こしたなおもこう我慢して出ようとしますと、ふーっとまた同じような状態で、失神してしまうと。で私自身もそういう状態で動けませんから、早く何とかしてもらいたいということで助けを求めたんですが、実際は後から気がついたことなんですが、自分の体左半分がですね、要するにそのガラスが突き立ちましてね、そして37、8箇所裂傷を受けて、それと同時に左顔面半分が刻まれ裂傷でもっていって口が開いたと思うんですから腫れ上がってしまいましてね、そしてもう物を言っても言葉にならない、そういうことでもう助けを求めることができなかった。でこう抱き起こされて、この相手の顔を見ると真っ赤ですよね。真っ赤な顔してるんです。それはやっぱりかすり傷を受けてますから、その傷の血がでーっと顔に流れてる。そういう状態で真っ赤な顔してるもんですから、私自身が驚きましてね、どうしたんかというその意識を声にはならなかったですが表情したんです。だから自分はいいから、あんたは重傷を受けたんだと、だからもう動いちゃいかんと。その時に初めて友達がその私の傷の状態を話してくれた。体全体にこうとにかく30数箇所もとにかく傷がある、出血しておる。それから顔も要するにこの辺のザクロのようにこう口開いておる。左の目がもうそのやられておるよということでね、血だらけになったハンカチを出しましてね、そのハンカチを1枚この私の顔の上にこうつけてくれたんです。で私はその上にこうその押さえてですね、そして結局状態を自分の状態をこの
手の感触で持っていってこのどういう状態かということを確認をこうしてみた。そうするとですね、この目の上にコロ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 するものがあるんですよ。ああこれは目の玉が飛び出たんだなと、切られてですね目の玉が飛び出たんだなというように私自身は考えた。ところがまあ友達がいや目の玉が飛び出たんじゃないんだと言ったのは、要するにこのまぶたが切られてね、要するになんて言いますかな、目頭のところから目尻にかけてですね斜めにスパーッとガラスで切られた。でこの目の玉にかかるほど傷が深いわけですね。でそういう状態だから、要するにこのまぶたがちょうどぶら下がりましてね、切れてぶら下がりまして、そして目の上でこんなに膨れ上がりまして、で目の上でこう使っておった。でその上を私がこう押さえたもんですから、上から押さえるとちょうど目の玉が上へ飛び出てコロ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 するように感じに、その自分で思ったわけですね。途中運ばれる途中ではですね、もう痛いもんですからもう手こう握っとるでしょ。だからその一時はずっと痛んだんです。痛んだんですが、それがじわーっと落ち着きますとね、痛みがだんだん減ってきた。それから常にもう痛くてもうそののさ打ち回るというような状態ではなく、初めは少しの間はやはり痛んで痛んでですね、そして手をこう握った、その握った手に血のりがこうつきましてね、これが開かなくなった。こう一生懸命握ってますか、痛いもんですから握ってますでしょ。それに血のりがずっとこう流れてついて、そしてこの手が両手が開かないんです。開けてみても開かない。要するにこれを水の中につけましてね、しばらくこう柔らかくして、そしてこれ取ってくれた。それまでもグーッとこうなっとるから骨ももうこういう形でも固まったようなんですよ。随分痛んだ。だから担架で運ばれる時はですね、痛みがあったわけですね。だからその結局自分も自分自身では分かりませんけど、おそらくうめいておっただろうと。でそのうめきが止まったりすると友達が結局心配して、この死んだんじゃなかろうかと思うから、要するに叩くわけです。おいしっかりせえ、大丈夫かとこう言われるわけ。それでほっとこう目を開け、それでその周辺をこう、そうするとそういうような、やはりその被爆して結局全身やけどした人たちがふらりふらり出てくる姿を見る。 足などは全部下へこうその皮をぶら、なんていうの、ひこじって歩いてるんです。そういう状態の人がだらりだらり歩いてる。そしてその下の状態が良くないから何かにつまずいて倒れるでしょう。倒れるともう起き上がる力がないわけです。でそこでもういなりうなっておるわけですね。うめき続けとる。そして水をください、水ください、水飲ましてくださいということと、お母さん痛いよ、お母さん助けてという言葉がね、本当上言うような声でこう言われる。でそういうように倒れてもやはり苦しみながらそういうように言おるんですけどね、それがしばらくすると言わなくなる、何も言わなくなる。言わなくなった時にはもう命、要するに息が切れる。でそういう人が次から次こうもう出てくる。で履物も何にも履いてないんですから、足 など血だらけですよね。そういうような人がバタ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 次から次へこう来ては倒れて、そういった人が倒れますと、死んだ人と生きた人がもうほとんども一緒くたになって倒れて、一緒に倒れて、福島町にね、やっぱりそのこの被爆者の町民の日があります。その中にやっぱり天を抱くがごとく両手を差し伸べし、死体の中にまだ生きるありというのがある。私は全くそれと同じ状態を見たわけです。そして結局治療が受けられんままに、私たちはその双葉の山の向こう側の山、どういう山かよくわからないんですけど、その山の中へとにかく連れて入られて、そこでもう番方までずっとおったわけです。そして矢ヶ間で三好から救援列車が出てきた。その救援列車に乗ってとにかく当時のビンゴ東海市、今の三好なんですが、そこまで逃げなさいということで、その駅に連れて行かれました。で三好にご送せられましたら、三好の駅前でですね、4、5人のお医者さんが出ましてね、そして治療受けに行ったんですけれども、
医者が、いやこの人はダメだと、今治療したらダメだと、出血多量でね、死ぬかもわからん、今ちょうど 血が止まっとるから今いらわない方がいいだろう、このまま連れて行きなさいということで、結局治療は一昼夜全然やってもらえる、その明くる日までずっとそこで、結局学校に連れて行かれて、で学校の理科室と、理科室だったと思いますが、畳1枚をくれるわけです、1人にね。その1枚の畳の上に1人ずつぐーっとこう並べていくわけ。それからしばらくしますと、もうその夏に暑い時ではありますし、そのたくさんその収容されとるために、先生の手が足らない。お医者さんの手が足らない。手が足らないもんですから、3日に1回とか4日に1回とかしか、その回ってこないわけです、治療に。で治療に回ってこないもんですから、その間にやはり肺がたかったりなんかしますでしょう。そうするとそれが体の中にうじになって出てくるわけです。そして生きながらにして体にこのやけど患者の体にうじが湧いて、そしてうじが湧きますと痛いんですね、あれがこう動きますから。でその色膚が体にベタッとくっついとる、その間からもううじがこう覗いとるわけ、ぐじゅぐじゅ動いとる。だからそれを先生がバリーッと剥ぐわけです。丁寧にしておられるのですよね。そのためにバリーッと剥ぎますとね、その今のこのなんですね、色膚がついておる、体に付着しているところからビューッと赤い血が吹き出るわけです。でそういう状態ですから、その今患者は殺せ殺せとその言うわけですよ。偉いですからね、痛いもんですから。ところがそういう状態のところですけれども、私が行ってこの包帯、この包帯といいますか、その覆っとる切れを全部取りますとね、その今のついてくれた人がですね、看病についてくれた人が、その傷が非常にそのひどいもんですから、気分が悪くなって倒れてしまうんですよ。バターッと倒れてしまって、これはいかんというんで、お医者さんが、おいお前その動かずにじっとしておれるか、少々痛くても我慢しとられるか、そしたら治療してやるということでですね、要するに椅子にこの手をこう縛りつけましてね、それでこうやって自分で我慢しとるわけで、それで治療をしてもらった。親戚の人が来て連れて帰ってはもらったんですが、島には医者もなければ何もないということで、わずか2日ほど家におりました。悔いを残しちゃいかんということで言いまして、それで倉敷の中央病院というのへ一応入って、そこに眼科の検査がおった。要するに13回手術しましたけれども、結局、その左目は失明、どうすることもできないということで、もう40何年間間にわたって眼帯をずっとし続けとるわけですね。その時に左目は完全に失明してしまったという状態です。それからこの目は手術したんですが、この悪性のためにですね、このまぶたをこう縫い合わせたでしょ、縫い合わせたところにまた水がたまるんですよ、こういうの口が、でこれからまぶたがうわーっと腫れ上がってくるんです。でしばらくすると先生がね、それの中に注射器をキャッと突っ込んでね、そしてずーっと中の水を抜くんです。要するに悪性ですからね、そこがこう密着しないで、今度最後にはもうこれ密着しないから言うんで、そう切り開きましてね、そしてそこを電気ごとで焼くんです。焼いて両方を焼いて、焼いた形で持っててピタッと切ってくる。そして圧迫包帯で持っててぐーっと何日かこれを押さえつける。そしてこのまぶたをこう引っ付ける。だけども実際は眼球摘出しましてからはね、中からじわーっと肉がこう持って出てくるんですよ。そうするとね、眼球、その義眼をこう入れとっても、ね、義眼を押し出してしまうんですよ。だから義眼を入れることができない。で私この家に帰った時に、とにかく自分自身この死ぬことを一生懸命考えとったわけ。どうやって死んだらいいだろうか、もう生きとってもこれ生き恥さらすばっかしだと、これ以上
生きながらえておるよりもむしろ死んだ方がいいんだという気持ちが頭の中にありましたからね、家に帰ってもどこ行ってもとにかくどうやって死んだら一番いいんだろうことをしばっかし考えておった。それでたまたま帰った時に私親父が、私のその寝とるその周囲をね、ぐる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 こう回るわけです。手を組んでね、まあ、やっぱり心配なもんですからと回る。でその親父に対して私がですね、もうその自分の気分から気持ちでですね、そのなんていうかね、こうあってほしいというその自分のこのなんですかね、気持ちをですね親父に話したの。私のこの傷がですね、もう少し左にこうそれて言ってくれたら目がこんなにならないに済んだのに、いうことを親父にこの愚痴を言ったわけです。そう親父がじーっとこう考えながら、うん、そうだなと言いながらぐる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 回って、でその途中でほっと私にとあの答えをですね言ってくれた、その言葉がですね、ああよかったなという言葉だった。で私はああよかったなと、何のことだろうかということをその自分で考えてみてよくわからないんです。でよく考えて親父がその説明をしてくれたところを見ると、物は考えようなんだと、あなたのあんたの傷がその左側のそれだけでいかったから右目が助かったじゃないかと、もう少し中へ入っとったらあんたは両眼失明だよと、だからよかったなと思ったんだと、そういう言葉を親父が吐いたんです。ああよかったなという言葉を吐いた。でその言葉が私を救ったわけです。だからやっぱり私は思うんですけれども、人間が その意見を聞くとか話を聞くときにね、何が自分を助けてくれるのか、何が自分のためにプラスになるのかというものはですね、わからないもんです。私は本当に苦しんで、そして要するに親父がそのたった一人父親の手で私を育ってくれたというそのような不幸な家に結局育たざるを得なかったと。でそれがほいや今度は逆にその苦しむ親父を掘って私が死ねるかという方に今度は逆になった。だから苦しんで助かり、そういうように逆なことを親父に言われて助かったわけ。それが非常に私にとってはありがたかったなと。今で思えば親父という男は立派な男だったなと子供なりにそう思います。それでその私が目の前でたくさんの人が死んでいき、そしてもう、まあ、人では、まあ、人の扱いを受けることもできずに、要するに物と同じように人が死んでいった、そういう状態の現場をずっと見ておりますから、そういう状態の人を何とかしてやはりその助けてあげて、あるいはそういう人たちのために冥福を祈ってあげたいというのが私のもう心の中にずっとそのわだかまってあったわけ。ところがまあ国鉄におる間はいろんなその自分のハンデがあったりなんかいろいろあって、まあ、生きることに一生懸命だったわけですね。だけれども鉄道をやめてから要するに広島市内に散在する慰霊碑というのをずっとそれをまあ写真機を持って回りましてね。でそれの写真を撮って、そして写真を撮ると同時にその人たちの冥福を祈って、そして結局その写真を結局その自分の机の上に置いて間に花の写真やなんかを入れましてね、そして冥福を祈ってあげようと。でこの人たちを要するに冥福を祈るということがこの人たちの要するに人権を尊重することなんだと。要するに平和運動というのはこの人たちを本当の意味でその冥福を祈ってあげ、そしてそれによって人権を尊重してあげる、そういう心の中から平和運動の根本が出てこなきゃ本当ではないということから私はそういうことをやったわけで、その中から要するに核というものが人類にその決してプラスになるものではないと、
要するに我々人類というものはこの核によって共存できるものではないんだと。核は必ず人を滅ぼし地球を滅ぼしてしまう、こういうものがあってはならない。で、我々の後輩若い世代にそういうその我々の苦しみから出てきた要するに経験というものを正しく伝えておかなければまた同じことを繰り返す、再びこの原爆というものがこの地球上で爆発するようなことがあったらおそらくその人類も地球も滅亡してしまうだろうと。それをしないためには我々が今語っておかなきゃならんのだということから要するに証言をするようになったんだということなんですね。